今週山場を迎える来年度予算の編成の最大の焦点が診療報酬ですで、この診療報酬は診察代などいわゆる本体部分と薬価薬の値段の2つに分かれていますで、官邸や財務省はこの本体をメインに診療報酬の引き下げを目指していますが 日本医師会などをバックに厚生労働省や自民党の俗議員が猛反発していますどうなるんでしょうか中継ですはい、診療報酬の改定は自民党がこれまで既得権としてきた領域に安倍政権がどこまで切り込むことができるかの資金石です官邸は増え続ける医療費を削減する削減を実現する構えです政府内あるいは与党 そして国民、えー、の皆さん、そういう中で、えー、最終的に決定をしていく官邸サイドは、診察代などのいわゆる本体部分に切り込むことで、全体として診療報酬を引き下げる方針です。具体的には、高額医療にかかる報酬などがターゲットで、本体部分が実質的にマイナスとなれば、2006年の小泉政権以来です。 一方、厚労関係の議員ら300人以上が名を連ねる自民党の議連は引き上げを求めて会合を重ね官,官邸にも乗り込んで直談判です過去、診療報酬を引き下げたことで救急や小児医療の崩壊を招いたと主張していますしかし官邸は消費税を引き上げる中でこれ以上国民負担を増やすことはできないとしてあくまで診療報酬の引き下げを実現する構えです